を受け入れろ。すべての運命が集結する。これ面白いやつ？今までのスパイダーマン映画を見たことがある人向けのお祭り映画。最近流行りのフェイクニュース。毎度切り取りするマスコミ汚い。出てきたデイリーグーグルって文春かよ。死に際までクズなミステリオ。嫌がらせも置き土産すんなよあら。いきなりガットだらけだな。このガチャガチャ具合は実にあちらの映画っぽいなと思う。コメディ映画らしい。昔のスパイダーマンって暗かった記憶しかないや。トム・ホは機械体操も学んでたから1作目からワイヤーアクションは本人がやってるものが多かった。悪の組織ダメージコントロール局。マジで使えねえなヒューリー。ちょろデブわらわらわら。ネットわら。勝手にボラボラ話すなよわら。おいおいわらわらわら。ネットライ重ねてるのわら。お、新キャラか？デアデビル来たー。デアデビル来た。デアデビル。これサプライズだったよなわら。超反応来たー。弁護士ってすごいなー。一番可愛い。可愛いリポーター。偏った情報と思い込みで魔女狩りと同じ。ミンドガサム、ライミ版とはえらい違いだな。フラッシュわらわら。フラッシュ。フラッシュポイントわら。売り込むなわら。先生たちはピーターのことを信じてるってことでいいのかな？陰謀論じゃ。ひいこえー。SNS 苦いこえー。いい雰囲気なのに邪魔しに来るなわらわら。この約束が、う。レゴだー。相変わらずドジなロボットわらわら。この店。アメリカの大学進学って大変そうやな。向こうも文書で来るんか。スパイダーマン関係者だから不合格ってひどくない？そんなことわざわざ書くの。ひどすぎへん。存続のせいか。学力じゃなく騒動から落選かよ。全員無職コースに、どうあがいても無職のループから抜け出せないのか。はい、フラッシュだけは MIT に合格してるんですね。これフラッシュ的には煽りに来たんじゃなくて絶対大丈夫って思ってたから来たんだよな。フラッシュって頭いいんか。この学校はエリートだからみんな頭いい。余計なことを思いついた。困った時の魔法おじさん。ドクター、ストレンギかっこいいよね。サムソン。ボン来た横棒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 集合横棒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 。ボンさん。声に出して言いたいベネディクト、カンバーバッチ、私服クソダサおじさん。ボンの柔軟さほんと最高。全員の記憶消えるの。もうちょい説明せよ。続編見るとこの辺りからストレンジ君はガン魔法に興味津々なんだよな。エンドゲームで心境の変化があってそれが悪い方にどんどん転がっている。いっそのくせにインフォームぞ。コンセントを怠るやつ。ちゃんと最初に話し合えよ。注文の多いスパイダーマン。多すぎはロタワラ。おばさんはもういいやろ。ここはピーターの自業自得なんだよな。ピーターアホすぎひん。ラビと同様しやすいストレンジ。アホです。人のせいわら。ここ本当ひどくて好き。ホランドのバーガーはテンパると本当ダメわら。ここでちゃんと説明せずに始めるドクターも間抜けだよな。今さら切れるカンバーバッチもアホ。激おこストレンジ。ボタン。コントやんわらわらわら。そらドクターが正論やわわら。ピーターの考えが何つうか高校生ってぐらい幼いんだよね。そら高校生やし。しかもフェイクニュースのせいで世界の敵として叩かれてる真っ最中。フラッシュくんさーわらわら。ナイファンデクサわらわら。フラッシュいいやつすぎなのわら。便利。先週よりメカメカしくなってない。音声は藤森慎吾の吹き替えです。スーツ姿かわいい。シワシワわら。このおばさん CSI の人。良い反応わら。ここシャドウって知ってる？わらわらわら。おばちゃん、声は若々しいなわら。なんか来た。車に乗った。ピーターむずむず。来たー。来たー。うおー。こいつは。オクトパス来たー。ドク、オク来たー。銀河万丈来たー。久しぶり。役者もまんまやん。これ役者同じ人？顔変わらんな同じ俳優？年取ってなくてくさ。CG 処理してるらしい。もう CG あれば若返りも簡単だもんな。ターミネーター6もケイニの頃のシュワやジュンコナー出てくるしな。実際ロックオズの方がこの映画で鉄でた理由の一つがそれみたいなもんだからな。年だからもうアクションきついかもって思ったけどアクションするのは CG のアームだし CG で赤くなれるからいいよって理由で鉄でたし。CM うるさいよ。普通のおじさんなのにかっこいい。そこで CM かよわらわらわら。よくメタリックスパイダー見てピーターって判断したよなこいつ。ハリウッドって車壊すの好きよね。この展開のおかげであらゆる可能性が出てきたことは評価していいと思う。やりすぎだけどわら。ピーター違い。侍2番だから初対面なのか。
いつもの態度が荒れすぎて挑発に思われるスパイダーマン。なんだこの爪。うおーおーおー。パクったな。タース対決。タコの足が伸びるようになってる。NISSAN。やっちゃえ兄さん。やっちゃえ兄さん。貴重な兄さんが。剥がれた。なんでナノテク知ってるんだよ。おしゃれになった。赤いタコ。ダメだお前は。ビーダーだけどね。別人と知らんでやってたのからな。テクノロジーが吸収された。アーム MTR。泥棒。劇場でナノゴーダツは湧いた。ここ好きはダラ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 ダ。新デバイスになったわが。アイアンマンすごすぎー。オクトパス部分がピーターの言うこと聞いちゃうとこ好き。やったぜ。都合のいいババア。そこは謙虚わら。トイスら。また見覚えのある玉が。来たまた来たー。来たグリーン。ゴブリン来たゴブリン。グリゴブ来たこれ。ゴブリン来たまた懐かしいの来たー。予告で一番湧いたシーン。爆発用よ。あれ、カットされた。瞬間移動しただけ。そんなの何やろ。なんでそうなるねん。どういうことなってばよ。ガチで面白いな。繋がりまくったのか。マルチバース便利すぎ。マルチバースは多次元宇宙ね。うまいことは繋げたな。魔法便利すぎてずるいぞ。ついわらわら。新装備か。ネットがスケットかい。ミーハーなやつがいると親近感湧くな。ここ伏線です。右腕がうずく。医者わら。医者に見てもらいわらわらわら。医者に見てもらいわら。中二病やわら。口が達者な MJ。別に MJ のサイズじゃないやん。おっちゃん投げんでてくさ。ああ顔が違うってそういうことなのか。銀河環境の圧が強い。何このスーツ。スーツすごい変わるな。裏返すシーンカット。裏返しにするシーンカットされてる。すげえカットしたな。エレクトロ。出た元気マン。イメチェンしたエレクトロ。エレクトロ来たー。黄色エレクトロ来た。エレクトロの声優も中村指導にしたのは偉いよね。電気屋さんやん。サンドマン。サンドマン。サンドマンでくさ。こっちは耐震したアポか。あなたのビーダー。私のビーダー。みんなのビーダー。素な男俳優はなくなってるから。CG もみ。声と映像だけの出演だけどなくなってねえよ。前スレでサンドマン・トーマス、ヘイデン、チャーチ死んだって書いてあったけど。死んでないよ勝手に殺すなよ。大存在やんけ。大停電だ。停電になっちゃうよ。優しい。いいけどわら。なのか。わがわがわが。ごめん。いいんかい。電気の味わら。電気の味わら。音も違う。電気の味の違いがわかる男。なんで今回こんなコメディ調なのわら。エレクトロこんなだっけ。もっと陰キャじゃなかったっけ。こんなイケメンだったっけ。すっぱなかなのに突っ込まない親切。すげえマッチョだな。即飛び込めわら。これとBのスパイダーマンは大成功だからいいけど、アンドリューのは失敗だったのによく出たよ。再評価されてるぞ。スパイダーマン映画の中では落ち込んでるだけであの規模で失敗はねえよ。バカみたいに金かけすぎて元が取れなかっただけで、売れなかったわけじゃないからな。失敗というかソニーの期待がでかすぎただけなような。対話の大事さを教えてくれる映画や。科学者はアーズ落ちしがち。コナーズは人間体にならないのか。普通に喋れるやん。サンドマン以外高学歴で笑った。ゼンレイヤーって全然ブスじゃないし綺麗だと思うけどな。ゼンレイヤーはスパイダーマンでわざと芋臭く見せてるからな。スはスタイルいいしめっちゃ可愛い。ホームカミングはずっとぶっちょうずらで可愛く見えなかったけど、サースロムホームで一気に可愛くなった。デフォー来た。ゴブリンジジイ。デフォー、デフォーわら。老けたな。ゲストマンマジャン。うわぁ、この俳優マジでまついわ。おお、親父さんはそのままか。ウィレム、デフォー来たー。情けない顔のおじさん。デフォーのゴブリン顔すごいよな。マスクと素顔が同じ顔のグリーンゴブリンさん来たー。デフォーの演技力は異常。山地さんのゴブリンの吹き替え好き。マルチバースは好きじゃないけどこのお子様ランチみたいなごったに感は良いな。しかしデフォーもすっかりジジイだな。アクションシーンとかできるんか。ここまでいいファンサービスする映画はそうそうないな。その格好のままわら。ノーマンわら。おじいちゃん、仲良くしてる。ホームレス感あるな。わら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 。かわいそうなおじさん。そういえばオズコーブはないなこの世界。ポケットに入れてるわらわらわら。食い物をポケットに入れてるわら。ドーナツポケット入れんなわら。メリージェインわら。MJ 違い。MJ がブスじゃないなんて。俺の知ってるか MJ と違う。歴代オールスター。反省会。死因。新聞に書かれてるのか。死ぬネタバレされてかわいそう。グライダーで死んだってニュースでやるほどだったんだ息子はずっと知らずに恨んでたけど。
息子は死んだ親父を家に運んできたスパイダーマン見てスパイダーマンが犯人だと思い込んでるからニュースとか信じてないんだろ。流行りの異世界転生か。ハリウッドも日本の漫画みたいになっちゃったのか。アメコミじゃ異世界転生なんて遥かに昔からやってる。ウルバリンが未来世界に転生する話が20年も前にあるぞ。この映画ピーターの行動全部裏目に出てるよな。まさか更生させるのかよ。らがなんやねんこいつ。ピーターさ、何してんだよ。ひどいわら。こいつが最強すぎるやん。わら8つではストレンギが一番お運動際が悪かったけどな。幽体離脱死んだ。ドクター強すぎ。ストレンギおじさん最強すぎるやん。ピーターむずむず。スパイダーセンスすげー。ピーターすごすぎわら。CG すげー。頭おかしなるで。よくこんな映像作れるな。アトラクションみたい。もうここだけ映画ドクターストレンジになっとるやんけ。インセプション。いやいや、強すぎなの。スパイダーマンとドクターストレンジ。能力の差が、次元が違うな。そもそもスパイダーマン自体がシリーズ通して能力そこまで高くないからね。頭の良さを生かして能力差カバーしてる感じ。ストレンジはその代わりにフィジカルは普通のおっさんなんだよな。だからちょっとしたショックで続き失う。ミラーディメンションほんといいわ。トム・ホランドが一番原作のスパイダーマンっぽい。話し合いしようよと言って最初に実力行使したのはスパイダーマンだろわら。無限ループ。無限ループわら。無限落ちわら。このあたりマジですごい映像センスだわ。本当にすごい。これは 4DX で見たい。イギリス人俳優2人がアメリカ英語で会話する世界。やるやん。ピーター賢い。うわぁ。マジ、やられとるがな。ピーターってもしかして天才。マジでクソガキ。さすがミッションインポッシブル D を目指すだけある。ピーターって反省しないの？いつも自分勝手な理由で世界をピンチに陥れてるけど。もらったわら。ただ人に死んでほしくないというシンプルな思いすら理解できないやつが多くて残念なすべだな。もともとスパイダーマンって基本的に不殺のヒーローで助けれる人はみんな助けるスタンスなのにね。もうこの辺りでオズボーンは乗っ取られてるよな。口調がおかしい。説得力のあるトカゲわら。オクトパスは触手の制御チップさえ直せれば。登場人物全員頭天才しかいない。トカゲもインテリだしな。歴代大集結というファンサービスはいいのにストーリーは見ただけたサビですがスポレーションがひどい。とんでもねえやらかしなんだけど、これがないとスパイダーマンじゃない気もする。ある意味原作に忠実というかなんというか。アイアンマンも基本的に自分の性格とか行いがわらわいしてなから似たもの否定だな。キッチンわらわらわら。エレクトロとリアクター合わせれば最強か。そこまでわかるのか。リアクター欲しいな。オクトパスわらわら。塩水わら。わらわらわら。塩水。だが。タコわら。ワロス。気遣いの方向性。喧嘩売ってるのかわら。カットしすぎんだよな。おっさんの体を自由研究。死んだ。チーン。ツッコミが冴えてる。生きとんのかーい。オクトパスはもともと善人。戻った。正気に戻った。一番いい人だからな博士。解放されたか。侍2番でも自力で正常に戻ったからこの作品でも最初に正常に戻されたのかな。夫を白紙。イヤホンま不幸な事故やったからな。ピーターやりたい放題だよなわら。新スーツに。すげえハイテク。ナノマシン返してくれたで。この手のひら返しを。こうやって IS でもヴィランが救われるってのはええよね。前のスパイダーマンよりこっちの方がめちゃくちゃ面白いな。これこのままみんな改心したらアクションシーンなしで終わるやん。見せ場どこ？でもわら。ビーグル来た。編集長やってきた。怪しい。ビザード。悪い顔。エレクトロは前の銀星には戻りたくないなの。またムズムズ。ピータームズムズ。ムズムズしてきた。嫌な予感。あ、お見事。悪顔。すげえ。口調変わってたもんな。ノーマン乗っ取られとるやん。人格交代した。ゴブリンか？ゴブリンか。デフォーの演技爆発。デフォー神。表情がまんまゴブリン。デフォーの悪い顔シコシコ。ウィレム・デフォーの吹き替えの柳さんの開演すごい。マスクいらないな。まさかこっちの世界でもノーマン・オズボーンが宿敵になるとは。長い旅の果ての原点回帰は熱いわ。心理的に攻めてきてるのか。エレクトロさ、ワルワークなりに教授持っているとアークリアクターが。リアクター取られた。エレクトロは電気マンになって有名になったから能力なくなるのは嫌だよね。サンドマンのかよ。サンドマンが逃げる意味はが。サンドマンはただ娘に会いたいだけだからどっちに協力してもよかった。つうかサンドマンは戻っても死なないし。サンドマンはスラスラしてたら変な実験に巻き込まれただけのおっさんやし。オックだけ仲間なん。スパイダーマン3大ヴィラン老変身さんに信号待ちで正体に気づいてニヤリと笑うバルチャー。兄さんグラスを手に入れて先輩ヒーローからヴィランへと視聴者へのネタバラシするミステリオ。1位スパイダーセンスで見抜かれ振り向くグリゴブ。
つっよ。グリーンゴブリンって機械だけじゃなかった？肉体強化とかあるんだっけ？肉体強化武装みたいな感じ。映画館で見てた時はクライマックスな感じだったけど、ここからまだ1時間あるのか。おじいちゃん強い。ゴブリン強。スーツ着なくても強いなゴブリン。レフォー強すぎてくさ。ここのゴブリンの異常な強さがたまらねえんだ。ゴブリンは実質キャップだからな。オズボーン強すぎるんだよな。この人は生身でそんな強いのか。殴られながら笑ってるわら。顔わらわらわら。ここ超好き。いい笑顔らがらがらが。このパワーわが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 。レフォーの顔ってすごいよね。迫力ある。ここら辺結構辛い。あー逃げろめいおばさん。はいはい女は強い。ポリコレおばさーん。おばさん。おうむ。グリーンゴブリンの爆弾スコ。爆弾投げてる顔がおもろすぎる。レフォーいい顔すんな。え死ぬの？おばさん死んだな。もはや軽はずみな行動から親戚の死亡はピーター様式日。おばさん死んだのかと思った。よう生きてたな。おばさん頑丈すぎない？生きてたよかった。く、あばらがに3本いったか。そのセリフ言っちゃダメー。おー、来たー。これ聞いたことある。来たー。大いなる責任来たー。名言来たー。大いなる力来たー。名セリフ来たー。カノンイベント。ここでそのセリフが。あ、え？おばさん死んじゃう。そら死ぬよね。うおー、あ。あんまりこうやってヴィランに直接的に身内殺される展開なかったからショックだよね。ずっとコメディ調でやってきたけど最後はこうなるのか。ここまさかすぎてマジでショックだったわ。でも全てが自業自得。無責任で適当なことばかりしてきた報いが来た。ストレンジの言う通りにしてたらこうならなかった。ハッピーだ。ハッピー。なんでいきなり映んなよ。家族を失った子供に銃を向ける大人。ん？お、お、来た来た来た。は、マジ？ネットに魔術師の才能が。能力使えるようになった。魔術の才能あったレブ。すごいわな。ピーターに会いたいよ。ストレンジが魔法習得するのにあんなに苦労したのにネット天才すぎる。来たー。来たー。来たー。なんかいる。なんか背が高いスパイビー来たダッシュ。オウム。別のピーターか。誰？来たー。来たー。アメスパ来たー。アメスパ来たー。人違い来たー。映画館で感動したシーン。こんな軽いノリで登場わな。この声好き。アメイジングスパイダーマンじゃん。二代目来たー。映画館が震えた。ここ映画館でめちゃくちゃテンション上がった。こっからよ。映画館でめっちゃ興奮した。背丈がアメスパなんよ。ここ映画館で拍手起きたわ。公開初日に見たけど劇場でみんなここで声上げてたわわら。アンドリュー・ガーフィールドも。もう40歳行きたいんよね。あんま置いてないのすごい。ヒゲが濃くなったなアンドリュー・ガーフィールド。アンドリュー・ガーフィールドかっこいいのにあんま売れなかったよな。いや売れてる方だろ。めちゃくちゃ売れてる定期。いちいち物投げるのくさ。何を？日本語で置く。偽わら。2代目もノリ軽いのか。なんなら一番陽キャだからな。シビアスなシーンから急にギャグになるのな。まさか来るの？後ろわら。トビー・マグワイアも来たー。初代来たー。トビー来たー。サムライ2番来たー。来たー。初代ピーター来たー。初代来たー。懐かしい。老けた。美幕わらわらわら。ピーターにってなんやねんわらわら。一般人はひどいわら。中年マグワイヤ。老けたー。わらわらわら。老けてるって言うけど全然老けてないぞ。こんな年の重ね方は一般人じゃ無理。すごい人たちばかり。トビー・マグワイアまで出るとは思ってなかった。この声実家のような安心感。どちらとも声優が変わってないのがいいね。そのまま年取った馴染みのある声してていい。唯一自分の体から移動出せる。映画館で見るまで全く前情報入れなかったからマジで興奮した。今まで同類に会ったことないから思わず臨戦態勢になるの好き。即座に着地して第2打を繰り出すの侍2番の方が戦闘経験の多さを物語ってていい。あーごめんわらわら。ババアわら。片付けます。おばあちゃんには勝てない。初代の糸は消えないんだよね。他の MJ は来てないの？ MJ も集合させて。トムホかわいそう。悲しい。スパイダーセンスで気づく演出細かくていいね。ボーイを説得できるのは先輩よな。かっけー。ピーターに、ピーターさん優しいな。この二人を出てくれたな。本当によく三人揃うことできたな。この映画ギャラだけですごい金額やろな。この偽スパイダーマンは別作品でスパイダーマン演じてたってこと？そう。昔のスパイダーマンの人。
てっきりピンチに二人が学校をよく助けに来るかと。字幕でピーター2とかピーター3とか出てくるの笑う。アメイジングは気持ちがわかるんだよな。いいシーンだよな。悲しさはわかるわけないと思ってるけど、この二人にしかむしろわからない。二代目が一番辛いだろ。ヒロイン救えないのは悲しいよな。グウェン可愛かったな。集合に集合きた。繋がったな。やっぱね、遺伝はこれだよな。初代のレジェンド感えぐいな。初代がこのセリフ言うのが熱い。天才しかいない。全員助けてやろうな。一応みんな科学者だったな。同じ立場のステージが違う人間がいるの強すぎる。本当はみんな救いたいという気持ち持っていたんやな。二人のおかげで悪落ちしなかった。あ、それは菊の顔いたよ。悲しいな。これ菊の辛いな。ハリー、親友の話はやめたゲロ。地雷踏んだ。悲しい。世界は違えど同じ道を歩むみたいのは面白いね。イチャイチャしやがって。悲しい。何見せてるんだよ。アメイジングほんまええよな。いいシーン、いいな、この会話。このやりとりいいな。ややこしいわら。わらわらわら。くさ。ややこしや。ピーター3人。ここくさ。全員ピーターだからややこしいわら。みんなピーター、パーカーわらわら。指差しきた。おしゃれな牧師わら。中に来てた。来てたのかよ。ここ好き。このシーンほんま好き。さすがトビー。一人だけ人体から。さすが初代わら。君らは出ないのわら。聞いてるわらわら。みんな、って引くの好き。そっか、初代は直接か。二代目も手から出ないタイプなの。というかスパイダーマン全体だと体から直接出せる第2番の方が異端なのよ。伏線。フラグわらわら。このあたりほんと好き。ここのアメスパめっちゃ好き。結構アメージングがお調子者っぽい役割になってるのが好きなんだよな。アメスパのスーツのテカテカ感いいな。自由の女神。縦わら、縦わら。おっさんづらいな。ジジイかわら。腰痛はきつい。どしどしなわら。会話がギギーでくさ。ヒーローとは思えない。体に肩がくる年代なのかわら。いい、ここの流れ大好き。スパイダーマン老人会わら。腰痛の下りは演者のトビー氏が実際に腰痛持ちだかららしいね。あれ、めっちゃカットしてない？カットしやがったな。集中してわら。エレクトロマスク最高。原作版一瞬出た。マックス会いたかったよ。ここのアメスパらしさ全開で好き。レブは口を。飛び方はわからないわら。閉まらないわら。閉じないわら。使えないわら。無能わらわらわら。アークリアクターで超強化されてやがるわら。古い方のスパイダーマンわら。ダブからな。初代のスーツかっこいいな。やっぱ初代のスーツが一番好きだわ。わちゃわちゃしてて好き。サンドマンは良い人だったろ。サンドマン普通にクズよな。サンドマンは改心したんじゃなかったのかよ。サンドマン意味不明。リザードも正気なら善人なんだよな。リザード影薄いな。ここ好き。喧嘩すんなわら。ピーター浮き輪もめ。スパイダーマンはチームワークとは無縁だからな。さ、スパイダーマンなんてワンマンだからな。うまくいかないにも程があるわらわらわら。ピーター2わら。ピーター2わら。ピーター1わら。アベンジャーズ。アベンジャーズ。アベンジャーズ知らないわらわらわら。それはなんだわらわらわら。わら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 。バンドじゃねえわらわらわら。自慢じゃないけど自慢。面白い。面白すぎる。このシーン何度見ても笑える。ここから熱い。ここ好き。ここはアンドリューのアドリブ。この大好きのくだりアドリブなんだよね。君たち大好きだ。ありがとうわら。にっこり。ありがとう。ああもうこの勢ぞろいシーン最高。みんなでフーフー言ってるスパイダーマンなんて見られる思ってなかったからここ感動する。かっけーかっけー。これは燃えるよな。ここかっこよすぎ。ここからが最高なんだよな。いい絵だね。ここの構図最高。微妙にスイング方法が違う。予告では消されてたニトさん、これよく公開まで隠し通せたね。歴代主人公 VS って何でこうもワクワクするのかな。結構苦戦するのはさすが歴代の強敵。細かく打つのがアンドルー。パスパス。この BGM を。この曲懐かしい。 BGM きたー。ここで初代 BGM か。本物やんけ。お本人登場。三人がかりで無理なの強すぎだろ。アークリアクター反則すぎる。わら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 。アークリアクターだけずるしすぎやろ。エレクトロ普通に強いよな。あ、バレた。まだやってたわら。ほんまドタバタやなわら。そっちに逃げるなよわら。ダブル触手プレイ。仲間だった。あ、よかった。三級タコ隠し。綺麗なタコ来たー。博士ー。オクトパスいい人やった。オクトパスさんいい役目もらったな。もともとのアームの役割的にうまい展開よねこれ。裏切ったふりか。博士は作詞。開けるのはうまいわら。くさ。あ。ああ。おかえり、ストレンジわら。
ストレンジ呼んじゃったわら。ストレンジ機関。おお懐かしい。コナーズかわいそうだよな毎回。速攻性がすぎるあが。こいつも本人顔覚えてないからわからん。こんなマックス嫌な。マックスなのにすっからかんなのか。元の凡人、素顔で対面するの初めてなんだよな。黒人もいるんだよな。いるで。マイルズやな。こういう結末もあったかもしれないってのは良いな。すっかり大人、老けた。反省してます。すっかりおっさんだな。ピーターかけるオクトパスええな。この再会シーンマジ好き。この再会は感動。ここドックが涙ぐんでるのいい。このシーン僕役と初代ピーターの人が会うの20年ぶりくらいだから本当に感動して泣いてるんだよね。いちいちエモいシーン入れやがって。激おこわら。グランドキャニオン22時間わら。12時間もわら。12時間やら。来ちゃった。来ないで。こいつ忘れてたわ。デフォー来たー。ゴブリンのラスボス感半端ないわら。一番やでエノ来たー。ドクター、あっさり取られんなよ。オクトパスがいい人すぎる。まだこいつがいたな。こんな小賢しい。どうやってボール入れたんやろ。立ててけえな。これは、ここ泣ける。なんか見たことある。来たー。ここ感動。アメストに。ここ泣ける。今度は助けた。うわ泣くわこれ。間に合った。なんでアメージングのピーターが助けたんや。自分の世界で同じシチュエーションでヒロインなくしてるから。アメージングピーターは恋人のグウェンを同じ状況で助けられなかった。だから二度目のチャンスとして今回は助けられたんや。ここも熱いんだよな。かつて届かなかった手だったから。なかなかその喜びと悲しみがごっつになった表情なんだよな。今回は助けられてよかったな。涙ぐむピーターにもらい泣きしちまう。ここで大丈夫って聞き返す MJ もいいわ。ここの肉弾戦好き。地味な殴り合い。マスクしないとコスプレ。親友の父親ではないからタコ殴りにもできぬ。あの優しさの塊のようなトムホピーターが撮影に満ちた表情してるのが悲しい。ライミフーメモアップ。なぜ止めず。ピーターに人を殺させたくないからさ、どんな理由であれ。本当は殺したくなかった初代ピーターが助けるの熱すぎる。うわぁ。あー。刺された。おっさんスパイダーマン死んじゃうしょぼん。表情変わるね。ゴブリン芝居うますぎる。アクションもできるし演技もうまいし、デイレムデフォーすごすぎ。ここのストレンジとの会話好き。さらば少年。3人で抱き合うシーンめっちゃ好き。怪我人をそのまま返すのかよわらわら。初代はもうほとんど傷下がってるからなわら。すっと消えたな。見返すとマジでこの終わり方からすぎるな。結局みんな忘れちゃうんだよな。 MCU 版はなかなかハードな結末だよな。これでようやく本来のスパイダーマンに戻ったとも言える。もう完全に記憶からは。この二人はまだ友人か。悲しい。辛いな。急に自己紹介。やべえのが来た。悲惨すぎる。切ねえ。ここのシーンも泣けるわ。巻き込みたくないから決別するの。悲しいけど、同じ鉄を踏まないためにはこれだよな。まだ先週のペンダントつけてる。ここ MJ 前作でピーターにもらったネックレスちゃんとしてるんだよな。絆創膏。思い出してもらえるよう粘ってるの泣ける。ここで大人になったんよね。ここも悲しい。なんなら一番悲しい。ハッピー。ハッピー。記憶に残らないっていうのは悲しいことだな。ハッピーに忘れられてるのが一番つれー。これから一人暮らしの始まりか。ここから親愛なる隣人感がやっと出るな。 MCU のスパイダーマンの本当の意味でのスタートがここからなんよ。悲しい。ピーターは孤立無援の人になったのか。戸籍とかもなんもないんじゃピーター。メイおばさんがやってた団体がそういうの援助してるんじゃないのか。なるほどな。メイおばさんがやってた活動が孤独になったピーターを助けになるのは泣ける。高卒試験家がやり直しというのが負ける。レゴ来たー。質も暗黒鏡。これがネットとの唯一の思い出の品なの。悲しすぎる。スパイダーマンの本当のオリジン、手作り。自作スーツ。自作スーツに戻る。スーツがオリジナルのになったのか。この自作スーツが一番スパイダーマン感あっていいわ。悲しいエンドがスパイダーマンって感じ。何度見てもこのラスト切なすぎて泣けてくる。やっぱりエンドロール後のあの人の出番はカットか。ライミ版とアメストのピーターは過去の敵と和解できてハッピーエンドなのに、なんでこのピーターだけこんな残酷な結末なんだ。彼はここから誠のヒーローになるのだ。ここで初めてトム・ホバンスパイディのテーマに惚れた人多いやろ。あれベノムは、ベノムごめんわら。続編どうすんだろ。もしかして名作マジックナンバー。このラストいいね。こういうちょい悲しいエンディングなのか。自業自得だけど悲しいな。この後にシーンを足したバージョンも上映されたけど、それだと確か前作のベネチア旅行映像の中のトムホピーターが見えなくなってるみたいになってたような。 MCU の中でもこの面白さは異質だよね。スパイダーマンの前作見てるのと見てないのでは全く印象変わるだろうし。 MCU
周囲がピーターに過保護すぎるって言ってた MCU 版アンチの旧作好きもこれ見た後、そこまでせんでも、ってなってた。こんな最高な終わり方ないぜ。ハッピーエンド前提でミニウキウキで映画館を行ったからきつかったわ。死ぬほどカットされてるからブルーレイでもちゃんと見てくれ。大げさに言っちゃうと、もうこの映画自体が一種の奇跡なんよ。卑怯はアナローって卑怯もわかるけど。期待してなかったし前提知識ほぼゼロだけどとても楽しめました。子供の頃から勤労でスパイダーマン1、サントアメージングスパイダーマンたびたびやってたおかげでお祭り映画なのにすぐに楽しめた。最新のスパイダーマンはアベンジャーズに微数関わってるから見てなかったけど今回のは歴代スパイダーマンだけ追ってればわかる映画だったから良かったぜ。初めて見たけど良かったなぁ。何回見てもいいわ。ピーターが本当の親愛なる隣人になるのは嬉しいけど幸せになるのが見たい。